チュースピースオブケークの翔太です。サッサンです。今日も最後までよろしくお願いします。以前、まんちゃんと私、エプロンを買いに行った時、はい、ちょうどね、近くにカレーランドさんがあったんですよ。ちょっと挨拶しがって寄らせていただいた時に、入荷するとすぐ売り切れてしまうカレーがあると、はい、どうですかと。それを聞いたら、やんなきゃという使命感、まあそれもね、あったんだけども、はい、そのカレーがね、こちらのね、前の時も紹介してましたけど、なんかこれね、入荷するとすぐ売り切れちゃうらしいんですよ、ヒデキング、うん、で、それプラスね、一番最初買いに行った時に帰りがけの車中で、あれ気になったんだよね、みたいな話をおいらがしたら、翔太も、いや実は僕も気になってましたっていう話があり、それが北海道のローサンドリのバターチキンカレーっていうのがね、あって、これです。じゃあ鶏2つやるんだったらせっかくなんでっていうことで、もう1個鶏をねおすすめしてもらったら、金柑が入ってるあのカレーがあるっていうのでね、まあこちらを勧めていただいたんで、じゃあこれでやろうじゃないかと、ということで、まあ本当はね、前回の高級カレーで一番最初に買ってきた10個は終わったんですけど、はい、追加で番外編ということで、ちょっとチキンシリーズをやってみようかと、ということで今日は番外編チキンカレーシリーズ、イエイイエイ。なので今日も最後までご覧ください。はい、カレー温めてきましたよ。ヒネキングカレーです。これがヒネキング、うん、で、北海道の道産鶏のバターチキンカレー、これかな。で、甲府鶏もつ煮カレー、これです。金柑入ってます、ここに、うん、じゃあ、どれからいきますか。どれでも、あなたが食べたやつ。ヒネキング最後にいきましょうよ。あ、はい、じゃあ、北海道道産鶏のバターチキンカレーから、このカレーからいきます。はい、いただきます。いただきます。バター強い、これ俺のチョイスは間違ってない、うん、食ってみ。ちょっと待って、お前のチョイスちゃうやん、俺も言ってたやん。あ、そっか。バター濃すぎて、なんか濃い方が美味しくないですか。うん、いや、思った以上にバターだったからちょっと、うん、垂れちゃった。では、いきます。いってらっしゃい。ご飯と一緒に食べると、うん、口の中にさらにバターがポーンってなります。わかります。あー、バターの濃厚な感じ、うん、ご飯にかけるとさらに思いません、うん、思う思う。これはね、うまち来ましたよ、うまち。美味しいです。口の中に入れるじゃないですか、うん、バターがバーンって広がるじゃないですか、うん、すぐバター消えるんかなと思ったら結構残ってません、口の中に香りが。結構バター多いです、これ、うん、めちゃくちゃ美味しい。なんかね、ここまでバターが濃いと鶏の存在とかって結構薄くなる気がするんだけど、しっかり鶏も存在がある。全然薄くなってないですよね、うん。Piece of cake。 次いきます。うん、金柑カレーいきます。では、いただきます。さっさん、なんかね、美味しいっす。めっちゃうまちなんですけど、うまちですよ、うん、なんて言うんだろうな、これもつ煮カレーっていうだけあって、もつ煮がベースになってんのかな。両方ともバターテイストなんですよ。でも、例えて言うならば、洋風のバターチキンカレーと和風のバターチキンカレーみたいなテイスト。あー、そうですね、うん、金柑いきます。おいしい、うまち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 。ピースオブケーキ。次、これいきます。すぐ完売になるヒネキングカレー、めっちゃでかいです、これ。鶏肉は1本だけだったんで、はい、あの翔太にちゃんとレビューをしてもらいます。ちょっとかぶりつこうかな、うん、いただきます。おー、ワイルドバーイ。めっちゃうめえ、この地鶏。地鶏なんですよ、これ、うん、ヒネキングって、うん、硬いんかなと思って、うん、食ったら、うん、全然、もうほら、こうやってもうスプーンで切れるぐらい肉がホロホロ、本当にもうこうやって剥がせるぐらい豪華ですよ、これは。この2つに比べるとちょっと中辛なんだけど辛みが強い、うん、多分その鶏肉を引き立てるためにこんくらいのテイストにしてるんだろうなっていう感じで、そのせいか玉ねぎが多い、玉ねぎの甘みを使ってんだと思うんだけど、これはね、味の表現が難しいな。ルーの鶏のその出汁みたいなのが結構出てます、うん、めちゃくちゃうまいんだけども表現が難しいぞ。どう、鶏肉と食べるとまた変わる。そうですね、鶏肉食べると鶏肉のインパクトがえぐすぎて、うん、ちゃんと味も染み込んでてね、カレーの。でもなんか説明しにくいですね、うん、この味は、うん、食ってみたら多分わかると思います。
説明しにくい理由が。よくカレーっていろんなスパイスを入れるから複雑だっていう人いるじゃん、味が。なんかね、その複雑な感じ、シンプルなカレーの感覚ではないかと。まあ、シンプルではないですね、うん。はい、食べ終わりました。じゃあ恒例の一言ずつレビューいきますか。まずこれからですよね。北海道道産鶏のバターチキンカレー、はい、僕はもう食った瞬間バター強うまっと思いました。バターチキンカレー好きな人にはもうちょっと一度食べてもらいたいです。これはうまちです。なんだろうな、バターが入ってる割にはその結構バターのテイストが強いやつってドロドロ感が強いというか、そういう印象だけど、そこまでドロドロしてない。だから食べやすい、お米との絡みもいいというか。でも食べるとバターっていうのが非常に強い。次はこちら、豊富鶏もつ煮カレー、はい、これは酒飲んだ後のカレーです。1日前の日に鶏のもつ煮を作って、ちょっと余ったからカレーでもこれで作ってみるかって言って作ったような感じ、うん、しっかりもつ煮の味もありますし、ね、うんうん、子どものカレーというよりは大人のカレーの雰囲気かな。で、あと金柑とか砂肝とか入ってたじゃないですか、はい、結構ね入ってました。金柑もね結構でかいやつ入ってて、うまちです。最後はこれです。金ひねキングカレーです。はい、これはもう一発目見た時印象大ですね。なんだ、袋開ける前にもう骨の形が分かるぐらいだったんで、本当に丸々1本入ってます、うん。肉が入ってるとどんな感じだったの？肉入ってるとまあボリューム感もあるし、うん、その鶏の本来の味、その地鶏の旨味、はいはい、を多分肉の入ってないサッサンの時よりもっともっと感じてる。あー、でもルーの感じで言うと、あの食感的にはもう基本的には玉ねぎなので、なんかね、ほんといろんな味がして、鶏肉と一緒に食べるとそれがいろんな味のやつがまとまってくるのかなと思ったのが正直なところ。でも僕はこのカレーがメインで鶏肉がトッピングとかじゃなくて、うん、鶏肉がメインでカレーがソースみたいなイメージでした、うん、そうそうそう、多分そういう感じだと思う。そうそうそう、うまちです、うん。はい、ということで本日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もご覧ください。それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、せーの、ナオー。